客船が沈没した。A を含む数人は、沈没する前に、救命ボートで逃げ出すことに成功した。直後、海中の B と C が助けを求めた。しかし、救命ボートには、あと一人しか乗ることはできない。B、C は、その地域では有名な人物だった。B は、慈善活動家で有名で、悪い噂は全くない人物。C は、お金のためなら、どんな手段でも取ると言われている人物で、金銭問題が絶えなかった。A は、神にどうすればよいかと祈った。しばらくして A が口を開いた。お告げがありました。より善人を救えと。結果、A が放り出された。